世界で大ヒットした韓国のパクリドラマが今度は中国からパクられて、トホホな事態に。皆さんはイカゲームというドラマを知っていますか？韓国のファン・ドンヒョク監督が手掛けたドラマで、2021年9月にネットフリックスで配信されると、世界80カ国以上で人気ランキング1位を記録。韓国初のコンテンツとしては史上初の快挙となりました。韓国は自国初のドラマが世界的大ヒットを成し遂げたことで、日本を超えたと大喜び。しかし、実はこのイカゲーム、配信当初からネット上などで日本の漫画やアメリカの映画のパクリではないかという疑惑の声が上がっていました。そしてさらに、今度はそのパクリ疑惑のイカゲームが中国からパクられてしまったのです。イカゲームの元になったと言われるコンテンツとは、中国初のイカゲームとはどんなものなのでしょうか？そして世界の反応は？それでは行ってみましょう。反日を声高に叫ぶ一方で、韓国はこれまで日本の良いものをパクリ続けてきました。果物やスイーツ、車やアニメなど、数え上げれば枚挙にいとまがありません。韓国の子供たちは、ドラえもんや鉄腕アトムなどの有名漫画は韓国で作られたと聞かされて育っていて、大人になってから日本のオリジナルだと知ってショックを受けるのだとか。最近でもワンピースやスラムダンクがパクられています。しかもパクったことは認めないで、自分たちこそが発祥、オリジナルだと堂々と主張するのです。まさに売りなら起源。ちなみに売りならとは韓国の言葉で、売りイコール我々、ならイコール国、つまり我が国、我々の国という意味です。韓国が日本の文化や製品などの起源は自国であると主張する理由は、その民族性にあります。韓国は儒教の国で、元祖以外には価値を見出さないという特殊な価値観が根付いています。そのため、韓国では完成形に至るまでのプロセスを軽視する傾向が強く、元祖から派生した亜流には価値を見出さない価値観があるのだそうです。また、儒教の考え方が根強く残っている韓国は、権威主義のために完全に縦社会で、先代に認められてきた権威あるものが絶対的な地位を持ちます。ですから、元祖から派生した亜流は権威がないとみなされて広がらないという傾向があるようです。韓国が日本の文化をパクっては、それを自国の文化だと断言する理由は、この権威主義が関係しています。日本は古代に韓国の当時の王朝である百済が建国した国であると考えられていて、韓国は日本を作ってあげたと上から目線で見ているのだとか。日本が韓国に作っていただいたとは思わず笑ってしまいますね。そんな韓国ですが、エンターテインメントの分野では今や世界を席巻しています。映画やドラマ、 K-POP は世界中で多くのファンを獲得していて、韓国人アーティストは世界中で活躍しています。そんな中、2021年9月17日、ネットフリックスでイカゲームというドラマが配信されました。配信からわずか4週間で1億4200万世帯が視聴し、日本、米国、ブラジル、フランスなど世界94カ国で今日の総合トップ1を獲得。当時のネットフリックス史上最大の記録を出した大ヒットシリーズです。アカデミー賞の前哨戦とも言われる放送映画批評家協会賞のテレビ部門で、作品賞、外国語作品賞、主演男優賞の3つの賞のノミネートをはじめ、さまざまな賞を受賞し注目を集めました。また2021年流行語大賞にノミネートされたり、ハロウィンで日本を含む世界中の著名人がこぞってイカゲームの登場人物の仮装をしたりと、世界的な社会現象を起こしたのです。しかし、実はこのドラマ、配信当初からパクリ疑惑が持ち上がっていました。それはどういうことなのでしょうか？まずはご存じない方のために、イカゲームのストーリーをざっくりご紹介しましょう。タイトルのイカゲームとは、韓国の子供たちが遊ぶ陣取り合戦のこと。地面に丸、三角、四角で陣を書くと、イカのように見えるので、そう呼ばれるそうです。
ちなみに韓国のタイトルはおじんおゲーム。おじんおがイカ、ゲームがゲーム、そのままですね。謎の組織がいろんな事情で経済的に困っている人たちを集めてサバイバルゲームに参加させます。誰もが知っている簡単なゲームなのですが、そのゲームにかけるのは命。文字通り生き残りをかけたサバイバルゲームで、勝ち残った者は賞金456億ウォンを手にすることができるというストーリーです。このストーリーだけでもどこかで聞いたようなと思う方がいらっしゃるかもしれませんね。イカゲームは韓国オリジナルの作品となっていますが、ファン・ドンヒョク監督はインタビューでインスピレーションを受けた作品があったと次のように語っています。2008年にイカゲームを構想した時期は、私が経済的にしんどい頃で、ほとんど漫画喫茶で暮らしていたような頃でした。その時に日本のライアーゲームや賭博黙示録カイジも読んだし、米映画ハンガーゲームも見ました。そこに出てくるのは、借金を抱えていたり経済的に追い込まれている人たちを金をかけたゲームに参加させるもので、そこからイカゲームを思いつきました。ファン・ドンヒョク監督は元ネタとして3つを挙げていますが、その共通点を見てみましょう。まずは日本の漫画ライアーゲーム。女子大生が謎の組織が開催する大金をかけたゲームライアーゲームに巻き込まれ、元天才詐欺師と手を組んで立ち向かうという物語です。謎の組織が主催する大金のかかったゲームというのは、まさにイカゲームと共通していますね。それからこちらも日本の漫画賭博黙示録カイジ。自堕落な日々を過ごしていた主人公が多額の負債を抱えたことをきっかけに、悪徳金融の男に言われるまま命を懸けた究極のゲームに挑んでいくという物語。借金を抱えた主人公が命を懸けた究極のゲームに挑んでいくというあたりも同じですね。次にファン・ドンヒョク監督が挙げたのがハンガーゲーム。2012年に公開されたアメリカのアクション映画です。未来の独裁国家を舞台に、最後の一人になるまで殺し合いを繰り広げる戦慄のサバイバルゲームに参加させられたヒロインの物語。サバイバルゲームに参加させられ最後の一人になるというのがイカゲームとの共通点のようです。ファン・ドンヒョク監督が挙げたのはこの3作品ですが、ネット上ではまだまだたくさんの作品名が上がっています。例えば映画化もされている日本の漫画神様の言う通り、だるまさんが転んだのシーンはそっくりでした。その他にも2000年に公開された映画バトルロワイヤルや、映画にもなった日本の漫画ガンツ、今和の国のアリスなども似ているという声が上がっています。今和の国のアリスは原作漫画がネットフリックスオリジナルでドラマシリーズとして公開され大ヒットとなりました。このような多くのコンテンツとの共通点があり、イカゲームはごちゃ混ぜちゃんぽん、イカちゃんぽんという声も上がっています。さてこのイカゲーム、世界の反応はどうなっているのでしょうか。いくつか抜粋してご紹介しましょう。イカゲームの脚本は 70% くらいがカイジだよ。カイジのシンプルすぎるお決まりのシナリオがイカゲームにもあるけど、キャストが完璧だったおかげで面白くなってるって感じ。ちなみにイカゲームが気に入ったなら間違いなくカイジも気に入るよ。困難や残酷な瞬間が多くて10倍面白い。いやいや、これは韓国が舞台のカイジだよ。イカゲームを見始めて、ああカイジですねって感じだったわ。イカゲームが面白かったからってカイジを見てる友人が大勢いるよ。みんな気に入ってる。カイジはマジで過小評価されてるよ。吹き替えがないのが残念すぎる。カイジと似ているという声が多いようですね。またパクリだと感じていても面白いという評価もありました。日本にもよくある殺し合いゲームストーリーだけど、やっぱり韓国映画は1枚も2枚も上手だと感じる。グロかったけど面白かった。シーズン2が早く見たい。イカゲームは素晴らしく、どこの誰が見ても楽しめる作品だと思います。パクリだとしても人々を引きつけるコンテンツであるのは間違いないようですね。なかなかパクリ疑惑が晴れないイカゲームですが、今度は中国でパクられてしまいました。中国版のタイトルはイカの勝利。タイトルのロゴに丸と三角と四角が入っているところからしてそっくりなんです。ネットフリックスは中国に進出していないので、中国人は公式にはイカゲームを見ることができません。しかし多くの人々が海賊版を通して
イカゲームを見ていました。中国のソーシャルカルチャーサイト同版では、見たをチェックしたユーザーがネットフリックスで公開された約1ヶ月後には37万人を突破したのだそうです。そんな中、10月20日アリババ傘下の大手配信プラットフォームヨークは、中国初のゲームソーシャルドラマバラエティ番組と銘打った作品の制作を発表しました。そのタイトルは日本語に直訳するとイカの勝利。イカの勝利の制作発表後、中国最大の SNS ウェイボーでは批判の声が続々と上がりました。非常に恥ずかしい。パクリは最低。制作者をクビにしろ。こんな厳しい声が次々に投稿され、中国のメディアもイカの勝利の制作発表とその後の炎上騒動について報道を行いました。そしてとうとう批判を受けたヨークは、10月20日の夜、ウェイボーの公式アカウントで謝罪。次のように釈明しました。スタッフのミスによって否決されていた初期段階のデザインを公表してしまいました。大変申し訳ございません。番組タイトルの正式名称はゲームの勝利です。しかし批判は収まるどころか逆効果だったようです。こんな嘘誰が信じるの。世界にさらした恥をどうやって挽回するんだ。ゲームの勝利というタイトル案は作ったばかりのものでしょう、と怒りの声が上がりました。またネットフリックスでイカゲームの公開が始まって間もなく、中国でイカゲームの違法ダウンロードが発覚し、韓国外交部が中国側に問題提起する異例の事態に。しかもこれに便乗するかのように、反日活動家で知られる孫新女子大学のソ・ギョンドク氏が自身の SNS で次のような批判を展開しました。中国でも違法ダウンロードが盛んだ。ショッピングアプリに至っては、ドラマで着用された緑のジャージに中国という文字を付け加えたものを販売している。モデルとして使っている主人公の写真の無断使用だ。中国のネットユーザーは他国の文化に対する尊重を先に学ばなければならない。しかしこれは大きなブーメランとなって帰ってきます。ソ・ギョンドク氏の批判は早合点で、ショッピングアプリに掲載されていた写真は韓国のパクリではなく、中国の有名俳優によるものだったのです。さらに2年前の中国の運動服をイカゲームが真似をしたと中国人から相次いで指摘され、 SNS の投稿を早々に削除する羽目に。その後、韓国メディアのインタビューに対し、写真や表現に誤解があったため修正しようとしたが反映されなかったことから投稿を削除したと苦しい言い訳を述べています。韓国側から中国への批判が続いたということなのですが、そもそも他国の文化に対する尊重を学べというようなことが言える状況なのでしょうか。他のコンテンツをパクった作品を今度はパクられたからと相手を批判するのは、さすが売りなら紀元節のお国柄ですね。アニメで世界的に人気に火がついた鬼滅の刃はゲームに、スラムダンクはフリースタイル2という作品にパクっています。その他にもパクられているコンテンツは、ポケモン、ドラえもん、ドラゴンボール、ウルトラマン、鈴宮春日の憂鬱など。また食品もたくさんパクられています。16茶、ひよこ、カロリーメイト、ポッキー、アミノサプリ、パイの実、キャラメルコーン、カッパエビセン。ここまで来るとオリジナルで作れないのかと気の毒になりました。しかもパクリではない、韓国発祥だと言い切れてしまうあたりはさすがですね。宇宙でさえ韓国起源という突拍子もない説を堂々と唱えるのですから、この世の全ては韓国発祥ということになるのでしょう。2023年末か2024年に配信予定のイカゲーム2。イカゲーム1で回収されていない伏線もあるようで注目が集まっています。いずれにしても大ヒット間違いなさそうです。皆さんはイカゲームを見ましたか？イカゲーム2を見てみたいですか？よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。